はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで本日はすったてを食べていこうと思いますよ。いや、すったてとは何ぞやという皆様にですね、本日訪れているこちら埼玉県の川島町という場所からですね、発祥した夏の定番おうどんとなっておりまして、ごま系のね、漬けだれに、みょうがであったりとか、きゅうりであったりとか、体を冷やすようなね、野菜がたんまり入った、この地からですね、発祥したご当地うどんなんですけれども、やっぱり毎年ね、これを食べないと、夏越せないよということで、もう僕らね、大食いがお世話になっております。本日はこちら、庄司さんにお邪魔しようかなと思っております。こちらの庄司さんにはですね、冬になると煮込み系の限定メニューを販売するんですけれども、夏場にはすったてを販売するということで、これに関しましてはですね、通年メニューではなくて、春から夏にかけての限定メニューになりますので、やっぱり庄司さんでね、すったてを食べないと1年そして夏が終われないということで、今日はですね、腹いっぱいすったてを食べていこうかなと思います。とは言ってもですね、いつも一品をデカ盛りで食べているので、今日はちょっといろいろ食べていこうかな。とりあえずまだメニューは決めておりませんので、お店入ってからね、ちょっと詳しく決めたいと思います。もうですね、オープニング撮ってるだけで汗だくになってますんで、早速お店入っていきましょう。ということでですね、ただいま庄司さんの店内に入りまして、もうね、今日、食べるメニューはね、注文済みとなっておりますが、皆さんにね、見てほしい、これ後ろに見えるね、この製麺室ね。もちろんこの辺りね、いろんなサインもあるんですけれども、それ以上にこの上がるかな、大量のおうどん。やっぱり庄司さんはこのつけるだしタレですとか、まあ、いろんな具材も美味しいのはもちろんなんですけれども、とにかくもう個人的にはこの麺が最高に好きでして、でちょっとね、今お話聞いたところ、耳寄りな情報でございます。なかなかね、こう埼玉の方まで豆腐で来れないよっていうお客様にもですね、今 EC サイトでこれ通販用のおうどん販売始めたらしくてですね、今ちょっとね、お盆明けなのでストックが全て売り切れになっているんですけれども、店内のね、このお持ち帰り販売のみならずですね、ネットの方でも買えるってことなので、気になる方はぜひ庄司さんのうどんね、試してみてください。そしたら、完成までもう少々待ちますか。ありがとうございます。ということでですね、本日いただくこちらすったて完成しました。本当はもともとですね、一杯でっかいのを最初お願いしたんですけど、庄司さんではですね、いろんなメニューもありまして、この良さを全部伝えたいということで、本日はですね、こちらのすったても特特盛りというこの庄司さんのある中で一番通常メニューデカ盛りというか一番もったいあるメニューを注文してありまして、今回はそれをね、3種類食べていこうかなと思いますけれども、早速とりあえずですね、本日目当てのすったてをいただきます。うまそう。せっかくね、ちょっと持っていただいてるんですけど、一度山を崩させていただいて、よいしょ。庄司さんは本当に麺がうまい、だからそのまんまにまず行かせてください。これがうまいです。久々のご対面です。俺はね、これが食べたかった。うわぁ、いや久しぶりだなこのうどん大好きなんで、ちょっといただきますね。庄司さんといえばこのコシ、弾力で香りだね。こういったね、冷やしの麺に関してはキンキンに冷水で締められてまして、普通の方だったら1本2本すするのやっとの太さで、しかもコシも相当強いんですけど、やっぱり何より香りがいいです。ものすごくうまい。本当はね、もっと麺味わいたいところですけど、なくなってしまうので、せっかくなんで本日のメインですね、このすったてとしてしっかりと汁につけていただきましょう。もういい香りするもんな。うまい。いや、うまい。やっぱり全国的にもですね、この夏場になるとこういったきゅうりとかを使った冷やし系のうどんって多いと思います。ただね、ちょっとこの本当に庄司さんの
釣ったてっていうのはここでしか絶対食べれないね。なんつったらいいんだろう、一味も二味も違くてさ。いや今日本当にこれ食いに来てよかった。うまっ。庄司さんの釣ったてに出会ったのって何年前だろう。個人的になんですけど、ごまベースのこのタレとかスープってそんなに得意な方ではないんですよ。ただね、これ初めて食った時本当に感動して、毎年デカ盛り撮影だけではなくて、これ夏になると絶対に食べに来たんですよね。で、今年も本当にこれを食べないとちょっと終われないというか、むしろ始まれないというか、最高。うん、うまっ。ちょっと今回ですね、付け合わせ味変としてですね、ネギとわさびいただいております。一旦これを使って、よいしょ、ちょっとね味を変えてみますか。うん、あ、わさび入れるといいな。このつけ汁自体がさっぱりしてるんですけど、ただごまの濃厚さはすごいあるので、このわさびの清涼感というか、そこが加わることによって後味もさらに好みかも。いつも庄司さん来るとこの一杯デカ盛りを紹介してるから、久々にこう言って通常のねメニューを何杯か紹介できる動画が撮れてよかったよ。本日ね、ちょっと1杯目っていうのもありますけど、これね 1.2 キロ麺だけであったのにもう一瞬っすね。でこれね、上の具材は別々に食べてもいいんですけど、これね浸しても美味しくて、このねスープを染み込ませながらうどんに絡ませる、これも最高にうまいっすね。ちなみにですけど、一番小さいこの庄司さんのメニューのサイズでいうと麺だけで 400g あるらしいんですよ、まあ、十分ね、ベースのメニューが大きいで、かつ一般の方だったらこれすするのも本当に大変なので、一番小さいその小盛りでも十分満腹になると思いますよ。ということでですね、ただいま釣ったて完食させていただきました。ごちそうさまでした。あー、うまい。でですね、本日2杯目に注文しているのが鬼おろしうどんということで、夏らしくね、おろしがバンと乗っかったメニューなんですけども、漬け汁の方はですね、通常の盛りうどんと一緒ということで、いわゆる一番デフォルトのセットプラス鬼おろしが乗ったメニューなんで、まあ、ぜひね、ちょっとそちらもお楽しみにということで、うん、でもなかなかやっぱ食べ応えに対しては満腹度はすごいかもな。ありがとうございます。ということでですね、本日の2品目、鬼おろしうどんの特特盛りということで、これわかりますかね、これ僕大好きなんですけど、耳が乗っております。耳というのはですね、このうどんを手切りする際に出る端っこの部分ですね。ここがね、また普通のうどんと違ってもちもち感が別だったりとか、ちょっとね好きな部分なんで、早速ちょっとこれいただいちゃいましょう。いただきます。このね、鬼おろしに関してはこちらの方につゆをぶっかけるスタイルになりますので、うわあ、これ絶対うまいやつだわ。いいよ、これは絶対
対うまい組み合わせですね。いただきます。うまっ。あ、これめちゃくちゃ好きだわ。このおろしすごい麺に合う。本当にこの大根自体も辛みがねほとんどなくて、もうシャキシャキ感とこの大根の香りがあるっていうタイプなんで、庄司さんのねベースの出汁と絡まると最高にうまい。もう2杯目ですけど、こっちもちょっと止まんないかもしれない。そしたらせっかくなんでね、そろそろこちらの耳いただきますか。あ、うまい。通常のね、この四角いおうどんと違って耳になってくると、端っこのねペラペラっとした薄い部分もあるので、強いコシだけじゃなくてよりねもちもち感が味わえる部分もあって、めちゃくちゃ好きです。こういう庄司さんみたいにね、噛む楽しさを味わううどんというか、やっぱね食感と香りがすごい口に広がるので、個人的にはめちゃくちゃ好きなんですよね。たまらん。ちょっとこっちにもネギとわさびを溶きまして、こっちには卵ついてましたんで、ここに卵を割り落としまして、よし、ちょっとこれいっちゃっていいですか。うわー、うん、めっちゃうまっ。うんまっ。わあ、これ好きだ。やっぱり出汁と生卵って合うな。しかもただねまろやかになるだけじゃなくて、この大根おろしのさっぱり感もあるから、これ一回体験してほしいです。最高に美味しいんです。でも俺庄司さんで昔何キロまで食ったかな、今多分茹でた後で2キロちょいか食べてますけど、結構ね顎の疲労はすごいよ。でも多分過去で言ったら3キロ4キロとか5キロぐらい食ってんのか。改めて考えるととんでもない量食ったね。ということでですね、本日のこちら鬼おろしも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、次に頼んでるメニューはですね、本日最後なんですけれども、今日頼んでないあったかいつけ汁ですね、そういったものも食べていきましょうか。最後にね、ありがとうございます。いただきます。田舎汁です。うまそう。ありがとうございます。ということで、本日最後の一杯はですね、こちらですね、田舎汁うどんということで、具材たっぷり具材の方がナス、かぼちゃで、きのこ、玉ねぎやお肉ふんだんに入っておりまして、もうめちゃくちゃいい香りしますよ。
いただきますね。ちなみになんですけど、3杯目も最後までトクトク盛りを頼もうと思いましたけれども、でもね、顎の疲労度がすごい、本当にすごいので、3杯目は特盛り注文させていただきました。まあ、特盛りといっても 900g あるので、今回合計でいうと 1.2、1.2 の900で 3.3 か、食ってるね。うどんだけで 3.3 だから、まあつゆ込みでも 4kg ぐらいか、ちょうどいいでございます。じゃあ本日あったかいつけ汁初ですけど、びっしり締めたね冷たい麺と、ほんのり表面があったかくなったこの麺、どう変わるかですね。あ、やっぱあったかいのもうまあ、うまい。これね、むにっとしたというかね、表面の食感が全然変わってくるからさ、でこのお野菜とかお肉の脂、うまみ、これ染みて最高にうまいかも。うん。うまい。うまいな。具材もいきましょう。うん。かぼちゃうまあ、具材がうまいわ。やっぱ2杯ね、トクトク盛り冷たいの食べてから体キンキンに冷やしていただいたので、その後に食べるあったかいのもまたうまいわ。出汁がね、じんわり染み渡ります、体に。ちょっとせっかくなんで、これ一番ちゃんと温まった耳食べたいから、早めにこの耳つけさせていただきますね。後ほど温まってから食べましょう。その間にですね、ちょっと卓上の調味料、これ唐辛子使って一旦味変しちゃうか。うん。やっぱりね、この田舎汁は野菜とかお肉の甘みがスープ、汁にね、これ染み出てますから、このね、七味唐辛子の香りとか辛さ合う、いいね。こっちもネギとか入れないとかなくなっちゃうんで、ネギとこれ添え物はわさびではなくて生姜になってますね。うん、あるね。そしたら今日のうどんのラストはですね、この温めておいた耳で締めていきましょう。おほ、うわぁ、もちもち、うまっ。ごちそうさまでした。
はい、ということで本日はですね、こちら庄司さんで、僕の動画活動の中ではもう毎年恒例になってるかな、名物となっているこのすったでうどんのトクトク盛りをはじめとして、いろいろなね3杯メニューをいただいてきましたけれども、うまいです、めちゃくちゃうまいです。もちろんですね、このすったて名物ということで最初に知って、そこからねこの庄司さんには食べに来たんですけれども、スープだったりとか具材と美味しいのは当たり前、もうとにかくですねここの麺僕は大好きです。あー、うまかった。今日はですねしっかりと締めてあるうどんと冷たいお汁で、それ以外にも最後に食べたあったかいお汁のメニューとねいただきましたけれども、それ以外にもですね冬になると煮込み系の、うどんですね、そういったものも販売されたりですとか、いろんなものが、メニューございます。ぜひね皆様この庄司さんで美味しいうどんね一度は食べに来ていただきたいなと思いますけれども、なかなかですね遠くて来れないよっていう方は、まあ、ちょっとね冒頭の方にもお話しさせていただきました冷凍通販のうどんも販売を始まっておりまして、そういったものに関しましてもですねネットの方から購入は可能ということで、まあ、ご家庭の方でもですねこういった普通のうどんのみならず、各家庭のねアレンジを加えたオリジナル庄司うどん作ってみるのもいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いや、しっかりと今年も夏始まりそうです。